ごきげんよう。中二の英語ですね。前回、不定詞復習ってことで、不定詞と名詞適用法っていうのを見てきました。ね。例えばどんな形だったっけっていうと、I like to play tennis みたいな感じで、不定詞っていうのは to プラス動詞の原型。はい、そしてその中で名詞適用法っていうのは、はい、何々することで、何々することなんていう意味になったんだよね。はい、ですから私はね、I like to play tennis で、私はテニスをすることが好きですね。はい、このような意味でね、取っていったこの不定詞名詞的用法でした。はい、で、今日は何をやるかっていうと、はい、同名詞というのをね、紹介というか復習です。これも、確認ね、思い出していこうよということでございました。同名詞ってなんだっけって言ったら、動詞のね、ing の形です。進行形にした時の ing の形は、あれは現在分詞という品詞で、また違う品詞なんだけど、まあ、見た目は同じような感じだな。はい、動詞のing の形、これを使って今日は同名詞、その動詞の ing 形をね、これ同名詞というんだけど、はい、同名詞を使った書き方でも、このイコールで、ね、不定詞名詞適用法の意味を表すことができるんだというようなお話でした。はい、では、じゃあどうするかっていうと、そのつまり to プラス動詞の原型のこの不定詞部分を同名詞、つまりそう、動詞の ing 形、はい、だからここは、はい、to play の部分を、はい、play という動詞を使ったその ing の、はい、playing ね、なんていうふうに書いてあげるね。はい、こうすると、 I like playing tennis、 はい、これでも同じく、私はテニスをすることが好きですという意味でね、取ることができるんだということなので、はい、不定詞とこの同名詞っていうのが、まあ、イコールでね、書き換えなんかができるよ、なんていう問題なんかもあるわけなんだけれどもだ。はい。やれ、動詞にね、はんちゃらかんちゃらなんちゃらが使われたときは、必ず同名詞を目的語に取らなきゃいけないというのがあるんです。不定詞が来られない。逆に言うと、不定詞が来られない。対して、やれ、なんちゃらとかかんちゃらとかっていう動詞が来たときは、絶対今度は不定詞しか取ることができない。同名詞は取ることができないよ、なんていうのがあるので、はい、その単語、その動詞をやはりここでしっかり覚えておきたい。はい、じゃあ必ず同名詞を取る、動詞は、ストップ。はい、ストップ。はい、それから、enjoy。はい、そして、finish ですね。はい、ストップエンジョイフィニッシュ。はい、ストップエンジョイフィニッシュ。もうこの3つですよ。はい、このストップエンジョイフィニッシュなんていうのが来たら、はい、必ず後ろ、ing の同名詞で、書いてください。対してです。不定詞、to 何々とこなくちゃいけないもの。はい、例えばこれが、want とか、はい、そして hope とか、ね、こんなところだな。はい、want とか、want、hope が来たら、今度は逆に必ず、不定詞、to 何々ね。はい、to 何々、to 何々。こっちは同名詞、何々、ing、ね、の形で書かなきゃいけないよ、っていうことなんですね。はい。だから、まあ、そうさな。まあ、基本だから、不定詞で書くぐらいな意味で、思ってもらって、不定詞で、基本不定詞で書くよぐらいな感じで思っといてもらって、ああ、ストップエンジンフィニッシュ来たら、ああ、同名詞ね、ing ね、なんていうふうに思っといてもらうのがいいんじゃねえかなとは思うんですけどね。はい。で、ストップエンジンフィニッシュ、とにかくこのストップエンジンフィニッシュ、ストップエンジンフィニッシュ、ストップエンジンフィニッシュ、まあ、100万回ぐらい言ってもらって、もう記憶しといてもらいたいんだけど、最近ね、ストップエンジンフィニッシュの他にね、プラクティス、練習するというような、プラクティスもね、結構見かけるようになってきたな。はい、プラクティス。来た時もやっぱり同名詞なんですよ。ね。はい、ですから、ストップエンジョイフィニッシュ。まず、とにかくこの3つは覚えておきたいんだけど、プラクティスなんていうのも、おー、同名詞なんだね、なんていうのも、ちょっと頭の片隅に余裕があれば入れといてもらえるといいかもしれませんね。はい。ということで、はい、want, hope が来たら不定詞。はい、ストップエンジョイフィニッシュ来たら同名詞なんていうところを今日はもうね、重点的にというかね、思い出していきました。掘り起こしてきました。まあ、1回はやってるところですからね。さあ、じゃあ、こんな文章ありました。というか、こんな問題がありました。さあ、どっちを選びます？ I finish と来てます。はい、to lead と選ぶか、leading と選ぶか。つまり、不定詞を選ぶか、同名詞を選ぶか。this book ですね。はい、それから my sister wants、はい、to buy と行くか、buying a new dress と行くか。さあ、どっちをあなたは選びますか？ね。はい、動詞を見るんです。はい、動詞を見るんです。I finished、finish、finish なんです。stop and just finish なんです。はい、ストップエンジョイフィニッシュ来たら、もうこれは絶対 ing の同名詞。同名詞。同名詞。
こちらの方、My sister wants. My sister wants. お、want, want, 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 buy, want とか、本部だ。はい、っていうことが不定詞で、to buy とね、選んでいかなきゃいけない。ということなんだわな、ということでございます。ね、はい、ということで、まあ、一応復習ということでね、不定詞非常に重要な部分なのでね、ちょっと今ね、間が、隙間ができたんでね、復習してるところなんだけれども、はい、to プラス動詞の原形、名詞的予報することが、イコール ing、動名詞でも表現できるよということなんで、だから基本は、まあ、動詞ね、によってっていうか、まあ、普通はって言ったら変かな、どちらでも書き換えというかね、どちらの表現もできるけど、ストップエンジェルフィニッシュ来たら動名詞、I want to be 来たら不定詞、はい、こいつは覚えておきましょうなということでございました。はい、ということでございました。じゃあまた次回でございます。またさようなら。